ミス号へようこそ。私、船長ネメシアはあなたの来訪を心より歓迎します。このお仕事にするのね。今から言ってもらう可能性世界ではアーティファクトを持ってる人に危険が迫ってるみたい。その人たちを助けてあげて。わかった、任せておけ。それじゃあ頑張ってね。行ってらっしゃい。ここはグラン平原だな。魔物か盗賊に襲われている奴でもいるのか。ちょっと、やめて。今の女の人の悲鳴だよ。リーズの声なの、間違いないの。なんだと。すぐに助けに行くぞ。話し合いましょう。暴力では何も解決しません。だが辞めるんだ。あんたはこんなことをするような人物ではなかったはずだ。サティロス族を捕らえてどうするつもりだ。だが私たちの角売るの？これじゃ下手に動けないよ。どうすればいいの？脅しを無視するという方法もあるけど、本気だったらやばいしね。だが いや、あんたにはできない。危ないところでしたね。今回は切羽詰まっている。一度状況を見
少し遠回り。念のため。一瞬でもタルキンの隙をつければ取り押さえられそうだが、何かいい手段はないだろうか。ストック、あそこに獣がいるの。確かにあの獣をタルキンにけしかけることができればうまくいくかもしれないな。でもどうやってけしかけるつもり？ああいう獣は美味しいお肉が大好きなの。ああ、でも今はお肉なんて持ってないの。仕方ない、一度下がって様子を見よう。ハッもうこれそうみへいやっやっやっはっ
けい。してない。回復するよ。どこに？そうみたい。それじゃあね。南。あとの日。一瞬でもタルキンの隙をつければ取り押さえられそうだが、何かいい手段はないだろうか。ストック、あそこに獣がいるの。
確かに、あの獣をタルキンにけしかけることができればうまくいくかもしれないな。俺にちょっと考えがある。みんな冷静に対処してくれ。うん、わかった。でも何をする気？これを使う。おいしそうなお肉なの。ほら受け取れ。だが それにしても、よく肉なんて持ってたね。たまたまだ。いや、助かりました。ストックさんは命の恩人です。そうだ、お礼と言ってはなんですが、これをお受け取りください。一時はどうなるかと思いましたが、これでグランオルグに行けます。本当にありがとうございました。おかえりなさい、ストック。どうだった？怪我とかしてない？ああ、心配ない。これを。ありがとう。来てくれたのね、ストック。このお仕事にするの。今回のアーティファクトはちょっと他のより反応が弱いみたいだから、私も一緒について行ってもいいかな？別に構わないが、本当に大丈夫なのか？大丈夫大丈夫。それじゃ早速行こっか。ここはグランオルグの裏通りか。そのようね。そういえばこの国についてストックはどれくらい知ってる？仕事に必要なことくらいだな。じゃあちょっとだけ教えてあげる。知識は荷物にならないからね。グランオルグが建国されたのは今から150年ほど前なんだけどね。建国したのはなんと滅んでしまった古代帝国最後の王子であるアリウム。これくらいは歴史を研究している人間にとってはそう珍しいことじゃないんだけど、このアリウムには、ごめんなさい、つい。歴史の講義はまた今度ね。そうしてくれると助かる。アーティファクトのありかはわかるか？俺の方では今のところ反応がない。あの扉の向こうかな。ぼんやりとしてて変な感じだけど。あそこは酒場だな。とりあえず行ってみるか。うん。買ってくかい？お客さんは運がいい。
見せてもらっていい？うん。買ってくかい？ありがとう。でも今回はやめておこうかな。よかったのか？だってあれは罰だから。あの鎖はアーティファクトのすぐ近くに長年置かれてたのかも。そのせいでアーティファクトの力の残りがみたいのが染みついちゃったんじゃないかな。それで中途半端な反応が起きたということか。となると、なくなっているペンダントがアーティファクトの可能性が高い。実は一つ情報があってね。あの鎖は歴史書で見た覚えがあるのよ。それによると、ペンダントは開閉式で中に大切なものを隠せるようになっていたって。なるほど。アーティファクトはその中に。それからペンダントのある場所にも心当たりがあるの。ねえストック、どうにかして王宮の地下に行けないかな。慎重に行動する必要はあるが、地下水路から王宮に潜入すればおそらく問題ないだろう。地下水路？そんなのあるんだ。では行くか。そっか、ここに出るのね。なら地下書庫はこっちよ、ストック。ペンダントのありかといい、地下書庫といい、随分とこの城の内情に詳しいんだな。前にグランオルグの歴史を研究してる時にね、たまたま王宮の構造についても知ることができたから覚えてたの。それよりさ、私を連れてきてよかったでしょ。ああ、そうだな。とりあえず急ぐぞ。本当にここにあるのか？さっきも言ったけれど、あのペンダントの鎖は歴史書で見た覚えがあるの。そのペンダントはね、帝国の王子とその妹の公女が密書をやり取りするのに使ったもので、開閉式の仕掛けを利用して中に手紙を入れて書庫の書棚に隠していたみたい。だからもしかしたらこの書庫にペンダントがあるかもしれないって思ったわけ。よくそこまで調べ上げたな。歴史学者ってのは知りたがりな生き物だからね。秘密も暴いちゃうのよ。とりあえず手分けしてそのペンダントを探してみるしかないな。それなら大丈夫。隠し場所の当たりだってつけてあるんだから。ない。どうして？一番右の上から三段目、いつもここに。何らかの理由で失われたのかもしれないな。実際アーティファクトの反応もない。でもここ以外には。本来の歴史が何らかの影響を及ぼしたのかもしれないな。
おい、お前、何をしている？言い訳はいい。元の場所に戻してさっさと消えろ。これで向こうの世界でもペンダントは失われずに済むはずだ。ネメシアがこのペンダントは開けられると言ってたが、ちょっと確かめてみるか。簡単に開いたな。中に入っているのは手紙？王子と公女がやり取りしていたものだろうか。古代文字で書かれているが、ネメシアなら読めそうだな。とりあえず戻しておくか。アーティファクトはあるか？うん、手紙らしきものと一緒に。何が書いてあるんだ？ちょっと読んでみるね。あ、ストックはこれ持ってて。これは二度と会えなくなった妹への王子の思いが綴られた手紙。大地からマナが失われ、祖国である帝国は滅んだ。王子アリウムは帝国の地を捨ててここにグランオルグを建国したの。その時の決意なんかと一緒にね。初代グランオルグ王の決意か。アリウム王子は自らを犠牲にしても大陸を救う方法を見つけ出すことを妹に誓っていた。自らを犠牲にしても大陸を救う方法か。その方法が見つかったかどうかはわからないけどね。でもどうしてアーティファクトがこのペンダントの中にしまってあったんだろう。その王子が入れておいたんじゃないのか。いつか何かの役に立つかと思ってこうして俺たちの手に渡ったんだ。王子の気遣いに感謝しないとな。うん、ストックの言う通りかもね。行かなかったけど、なんだかんだで楽しんじゃった。そうだ、これを渡しておく。まるね、ストック、ありがとう。